皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は2015アルゼニアフ RS、 カラーはグラニットグレーメタリックマットというカラーです。2015年の6月にアルゼニアフ RS はデビューしました。その時のカラーのまず 1色目の設定がこちらのカラー、もう1色目がルパンブルーというブルーのカラーです。バイク担当自体はまだ全然乗り換えるに満たなくて、むしろエンジンの調子がいい状態で、まだまだ、これからという感じだったんですが、まあ、ちょっと諸事情によりうちの方にいただくことになりました。走行距離を先にちょっと見ますと、ちょっと電源入れます。サービスマークがついてますね。こんな感じで点検のご案内がこう出るようなシステムになってるんですね。この部分ですね。はい、27,000円と26キロです。今最新モデルではこのカラーは入手がもちろんできません。近いカラーとしてはブロンズカラーというのがあるんですけど、まあ、ツートンのこのようにツートンカラーなんですが、やっぱり並べてみると色合いがちょっと変わってくるかと思います。純正オプションは何がついているかといいますと、ちょっとこのカラーで見落としがちなんですけど、まずこちらのスクリーンですね。このスモークドスクリーンになっております。2段階調整がこうできる感じです。これが今まで低い位置になりますね。これが高い位置ですね、はい、このように手動で動かすことができます。シリンダーヘッドカバーガードですね、こちら4万円相当になります。パニアケース左右トップケースになります。